どうも皆さん、マーシです。というわけでマーシがお送りいたしますバンドリー。はい、今日はですね、新タイプ実装についてのお話でございます。でも、ですね、まあ、これはガルパで新タイプが実装されますよっていう、そういうお話ではなくて、一部のバンドリーマーの中とか、あとはなんか2チャンネルでね、そんな話がちょくちょく出てるらしいんですけれども、自分はちょっとまだ見たことがないので、どうなのかなっていうところはあるんですけども、あの動画のコメント欄とか、あとはツイッターの DM で今2、3通ぐらい来てたんですけれども、まあ、新しいタイプが実装されるかもしれないんですけども、どう考えていらっしゃいますかみたいな、あれ、そんな話出てたんだって、まあ、率直な感想ですよね。で、それはなぜかというと、まあ、原因の一つとして、まず、前々回のイベントからですね、イベントのボーナスがタイプ優遇からキャラ優遇に変わったんですよね。そう、イベントボーナスの比率がちょうど逆になったんですよね。それによって、まあ、新タイプが出やすくなったっていうのと、あとはですね、ドリフェス限定メンバーなんですね。ドリフェス限定メンバーって今、ちょうど、ロゼリア、アフターグロー、あと、ハロー、ハッピーワールド、この3バンドはちょうどね、4人で出てて、その4人ともがちょうどそれぞれ違うタイプで登場してるんですよ。で、ひょっとすると、まあ、5人目、まあ、この場合で言えば、まあ、奥沢美咲ちゃんが新タイプで登場してくるんじゃないかっていうね、それぞれのバンドで、各ドリフェスキャラが1人ずつ登場してくるんじゃないかっていう、まあ、まあ、言われてみれば確かにそれでもいい、面白いというか、まあ、そうなってくるのかなっていうところはあるんですけども、まあ、個人的にはまあ、新タイプ実装するよりは、まあ、新スキルの方がいいんじゃないかなと、まあ、タイプ増やしたところでっていうところは自分の中ではあるんですけど、もし新タイプ実装するならば、まあ、かなり大ごとになるので、まあ、その大ごとが本当に何のね、ちょっとしたアプリのお知らせで来るっていうことはないと思いますので、やっぱりもし新タイプが来るならば、ハロハッピー放送局で新タイプが出ますよ、みたいなお知らせが来ると思いますので、まだしばらく先かなっていうのと、やっぱりそういったお知らせが来る可能性もあるので、これからハロハッピー放送局っていうのがちょっとね、見逃せなくなってくるかなと自分は思います。まあ、ドリフェスは確かにそうですよね。ドリフェスって実は、まあ、今、各キャラクターそれぞれ違うタイプで登場してるんですけども、5人目がひょっとすると新タイプで登場するのか、または既存のタイプで登場するのかで、まあ変わってくるわけなんですよね。例えば奥沢美咲ちゃんがもしパワフルタイプで登場した場合、ハローハッピーワールドで最もスコアアップの強いメンバーはパワフルタイプというふうに決まってくるんですよ。なのでドリフェス5人目のメンバーがどのタイプで登場するのかっていうところで、ガチ勢たちって結構今多分注目してると思うんですよ。それによってやっぱりあのイベランだけじゃなくて、そのイベントのその楽曲のランキングとか、そういったところでもだいぶ影響してくるので、まあそういう意味ではやっぱり5人目のドリフェスメンバーのキャラクターが一体どういうタイプで来るのかっていうのは注目していきたいなと思います。まあ次回のドリフェスはおそらくまだ3人しか登場してないパスパレとポッパになってくるとは思うんですけれども、ひょっとすると次回のドリフェスでも5人目のねメンバーが登場するかもしれないので、まあそういう意味ではちょっとドリフェスね、次回のドリフェス注目していただきたいなと思います。まあ誰が来てもね、僕はあの天井を来るまで引くんですけどね。確かにひなちゃんまだドリフェス実装されてないからね。でもまあそろそろ実装されてくると思うんだけどね。お姉ちゃんと同じタイプ、まあと言っても、あれ、パスパレパワフルタイプ空いてるな。ひなちゃん、それフラグかも。